はい、それでは今回はワークブック問い 19-3 について説明をしていきたいと思います。はい、それではですね、各自で問題の確認をしていただきまして、今回のですね 19-3 については生存関数に関する問題となっています。で、まあいつも使うイメージ図ですけれども、その生存関数の周辺知識もちょっと補いながらですね、今回の問題は式を示せっていうことですので、まあ、証明という形で式変形をしながらですね、話をしていきたいと思います。はい、それではまあ、いつも使うイメージ図にはなりますけれども、あるところでまあ、登録っていうポイントがあって、そこからある時点 t でですね、なくなってしまうと、この間になくなってしまうっていう関数のことを、まあ、ここ問題には出てこないですけれども、生存関数に対してなくなってしまうっていうことなので、死亡関数という言い方をしまして、要するにですね、まあ、確率密度関数